はいどうも、ワンダフォーオートモーティブです。今回はですね、世間をね騒がす中古車販売店のね、ことについて、なんかねちょっとね、たまたまね情報が入ったんで、それをねちょっと皆さんにね、シェアしたいなと思います。はい、結構面白いこと聞けましたよ。たまたまねこれ経緯があって、たまたま僕 TikTok をねこう流し読みしとったわけですよ。こうやってバーってね見とったら、なんかビッグモーターのね退職者がライブしとったんですよ。で、800人ぐらいがね、見とったんですけど、で、そんな中で、その退職者がね、いろいろ語ってるわけですよ。そのビッグモーターでの、ことを、コメントはみんなするじゃないですか。ライブなんでね。そのコメントに対しての、返答をね、ずっとするっていうのをね、やってたんですよね。はい。で、この人はですね、退職もすでにね、済んでるっていうことだったんで、いろいろね、話聞けるんじゃないかっていうことで、ギフトをね、ちょっと投げ持って、聞いてみたんですよね。この人がね、確実に退職者かどうかっていうことも、ちょっと怪しい部分があるっちゃあるんですよ、実際の話ね。なので、今回はですね、その人から聞いたね、あくまで聞いた話を、そのままね、皆さんにお伝えしようかなと思います。はい。これのね、真実はどうなのかっていうところはね、ちょっとわからないですけれども、実際にその人が退職者っていうことをですね、語ってですね、内情についてもね、詳しくね、語ってましたんで、そのことをね、シェアしたいなと思います。はい。僕がね、ちょっと気になってた部分としては、答えてもらえるかどうかわからなかったんで、ギフトをね、ちょっと投げ持ってね、その、情報量としてね、ギフトをね、投げて、答えていただくっていうようなことをね、してました。はい。で、このまず一つ目がですね、ちょっと車屋として気になってたのが、ビッグモーターって実際に車の販売で利益を出してるのか、整備で利益を出してるのか、どっちなのと。で、聞き方としては、車両販売の、納車整備も含めた粗利と、整備来客での粗利。実際どっちの方が大きいんですかっていう話をしたんですよ。じゃあ車の整備の方が、粗利はでかいと言ってました。これはね、14万っていうね、ノルマがあるんで、それを達成してたっていうことですね。で、2つ目はですね、整備士に対して歩合ってついてたかどうか、売上に対して、整備士もね歩合制やったのかどうかっていうのを聞いたんですよ。じゃあそれに対しては歩合制って言ってました。なので整備をね、して、14万の売り上げバッと足すじゃないですか。で、それを何回も繰り返すじゃないですか。で、それの売り上げを達成すれば、歩合をもらえるっていう、そういう、システムやったみたいですね。はい。これに関してはね、全体、スピードとかもありますから、全てを全て否定するわけではないんですけれども、もしかして、こういうことがあったから、この歩合制のせいで、言ったら、不正が常習化してた可能性もあるんじゃないかと思ったので、それも聞いてみました。はい。じゃあそれに関しては、上からの圧力が強かったので、それに関しては上からの圧力だと思いますっていうふうに言ってました。で、もう一つがですね、オイル交換をね、無料で行ったりするじゃないですか。でこれってね、同じ車屋から見たら絶対無理があるやろと、なんでこんなんでできるんやろって思ってたんですよ。で、その無理のある料金設定なのかどうか、そのオイル交換無料っていうのが、格安で行ったりね、これは無理のある料金設定だと思いますかと。で、無理があると思う場合は、それは不正前提での料金設定やったのかどうか、どっちですかっていうふうに聞いたんですよ。じゃあそれは、はっきりとね、不正前提の料金設定ですというふうに、答えておりました。はい。でね、あとね、ショートとかでね、いろいろビッグモーターにねついてあげとったら、真面目に働いてる人もおるんやみたいなね、コメントも あるわけですよ。うん。で、僕もそう思ってました。実際。全員が全員ね、やるわけないやろと。それはもちろん、知らない子も絶対おったやろうと、思ってたわけですよ。で、それについて聞いたんですよ。実際みんな知っていたのかどうか。ね。で、それを聞いたらですね、みんなやってましたっていうふうにね、普通に答えてましたね。やばいなと思いましたね。みんなやっとったんやん、思って。うせえな、思って。そんなことある、思って。知らん子も、そら、その人がね、思ってるだけなんで、そういうふうに言ってるだけかもしれないんですけど、あまりにもね、はっきり、おっしゃってたんで、これ、ワンチャン、マジでみんなやっとった可能性あるんちゃうのっていうぐらい、自信満々にね、おっしゃってました。はい。ちょっとね、だからそれは、正直言っ
ってやばいなと思いましたね。だから今回の件に関しては、あの保険会社はね、もう完全にグレーと思ってます、あの個人的に。あのじゃないとだってそんなんしないじゃないですか、ね、普通チェックするでしょ実際。直す前と直した後ね、じゃあそれがあの正規の料金なのかどうかっていうのは普通は立ち会うわけですよ。それがまあなかったっていう話やったんで、まあ、これはだからまあ保険会社も容認ですよね。だからことが大きくなったから、そういうふうにね、まあちょっと敵に回ったって言ったらあれですけれども、まあ、それは絶対あると思いますね、個人的にね。結果的にその人たちは、まあ、回収するのは、まあ、一般の、ね、消費者の方から保険料上げてね回収したらええだけの話なんで、あのどっちも損しないんですよ、うん、結局損するのは、まあ、そういうね保険料を払ってる人たちが、まあ、知らず知らずのうちに保険料が上がってて、その分を支払わされていたと。まあそれはね、まあ従業員6000人のねでかい会社といえども、まあ全ての車をね見てるわけじゃないですから、まあ、そういう意味では保険会社もあの料金設定上げたところでね別にそんなね言ってくる人もいないしって思ったんでしょうね多分ね、うん、まあこれは僕の見解ですけれどもあくまでね、うん、まあでも可能性はありますよね。はい、皆さんね賢いと思いますんで、あのいろんな人にねもうでっかいめちゃくちゃでかい迷惑かけてますからね、本当にねもう腹立ちますよねそんなんね。本当にしとったらですよ全員がね、うん、一部の人が上司の命令でねやってたとかね、まあ自らねお金が欲しいから言ってね、まあ、やるっていうパターンあると思うんですよ。でも全員がやっとったんやったらちょっとそれは規模がでかすぎてねとんでもないことやと思いますね。まあ、今でさえもとんでもないのに、その全員がやってたなんて聞いたら余計とんでもないですよね、うん、まあその実際その僕ビッグモーターとかに行ったことないんでわからないですけど、まあ、行った人もね、まあ、いい思いしてる人もおれば、まあ、ちょっとね最悪やったっていう人もおると思うんですけどね、うん、まあ、そこら辺はちょっと知りませんけれども、まあ迷惑ですよね。同じ車屋としては、まあ、非常にね迷惑な、話やと思ってます。はい、そんな人のね車に対してわざわざ傷つけてまでね金儲けしようなんていうことはね考えないと思うんですよ普通はね。それをもうやっちゃってるわけですから、そんなもう全体のイメージ悪くなってもしゃあないですよねこれはね。まあ、なんでその、なんていうんですかね、今までね、逆にね、もっと早く、告発する人がいなかったのかっていうのが、僕はちょっと不思議でしゃあないですよね、どちらかというとね。うん。そんな長い間やってたわけですから、一人ぐらいおってもええんちゃうかっていうふうに思ったんですけど、やっぱ、歩合があるとか、まあ、給与面とかね、そういうのが良かったんやろうなっていうのは感じました。逆にそれで悪かったら、絶対言うじゃないですか。ね。金がいいからやっぱみんな言わないんですよ、うん、逆に言ったら僕がねもうギフト投げて金渡したらね、まあ言ったら普通に答えてくれたわけですよ。結構答えてくれましたよ。はい、まあ下からね、まあ問わされてる人もおる中でね、ちゃんとギフト投げて言うことによって情報をもらえたというような感じですね。はい、まあその人がね本当にね、そのビッグモーターの退職者がどうかなんていうのは僕にとってはもう興味のない話で、まあ、ただ、まあ、言ってることは結構詳しかったです。はい、なので、まあ9割退職者かなっていう感じだと思います。はい、まあ、今回はね、まあ、そういうね話でした。しょうもない話なんですけれども、結構ね旬のネタになってますんで、気になる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いましたんでシェアさせていただきました。はい、では。